2022年8月末の反転攻勢宣言から2ヶ月が経過し、南部ヘルソン州ではウクライナ軍が州都ヘルソン市に迫り、2014年に一方的に併合されたクリミア半島の奪還を目指しているね。10月8日には、クリミア半島の東部とロシア南部のクラスノダール地方のタマン半島の間の、ケルチ海峡に架かる全長 18.1km の鉄道道路併用橋のクリミア大橋で爆発が発生したな。これにより、鉄道橋を通過中だった貨物列車の燃料タンク車7両に引火して大火災となっていたね。そうだね。さて今回は、プーチン大統領が核攻撃を決意するトリガーについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。クリミア大橋は南部戦線のロシア軍がヘルソン州などへの補給路として活用していたことから、以前からウクライナ軍による攻撃を受ける可能性が指摘されており、ウクライナ高官がクリミア大橋はミサイル攻撃の正当な目標になりうるなどと発言していたため、ウクライナ軍の関与が疑われ、ロシアの連邦保安庁ではこの爆発に関連して5人のロシア人に加え、3人のウクライナとアルメニアの市民の身柄を拘束したことを公表し、この爆発を組織していた黒幕がウクライナ国防省の情報総局とキリロ・ブダノフ情報総局長であるとの認識を示しているよ。しかし、ウクライナ側はクリミア大橋での爆発を歓迎したものの、ゼレンスキー大統領自身が爆発への関与を否定しているぜ。ロシアが10月7日にやはり一方的に併合を宣言した東部のドネツク州、ルハンシク州、南部のザポリージャ州、ヘルソン州において、ウクライナ軍が反転攻勢に出て非占領地を奪還しつつある中に起こったクリミア大橋の爆発を受けて、ゼレンスキー大統領がクリミア半島に対し今日はウクライナ領のほとんどで改正だったとして、残念ながらクリミアは未だに曇っているが、未来は改正になると述べた上でそれはウクライナの全領土、特にクリミアに占領者のいない未来だと述べているんだ。ウクライナは現時点ではロシアが併合を宣言した4州の奪還を目指しているんだけど、最終的にはクリミア半島まで奪還して、領土を2014年以前の状況に戻すことを目標としているんだけど、いざウクライナ軍がクリミア半島に進撃しようとする際はクリミア半島北部から陸路によって侵攻することになるよ。それは、クリミア半島併合の際にセバストポリ軍港と共に海軍艦艇のほとんどを、接収されたために海軍がほとんど機能していないためと、ウクライナ軍には海からの上陸作戦に対応できる海兵隊のような部隊が存在していないためだな。クリミア半島は北部から南部にかけては平坦な地形で防御が難しく、しかも尻つぼみの形になっているために北部からウクライナ軍の侵攻を許した場合、東部のクリミア大橋を抑えられてしまうと、援軍の派遣はもちろんロシア本土への脱出にも艦艇を使用せねばならず、大変な困難が想定されるもんね。クリミア半島はロシアにとっては黒海の制海権を握る上で重要な地域なんでしょ？ああ、黒海最大の軍港セバストポリ港があるなど軍事的に重要な地域であるため、ここを失うことはプーチン大統領が対ウクライナ強硬派からの突き上げが強くなり、支持基盤が大きく揺らぐことになると見られているぜ。そのために、クリミア半島にウクライナ軍部隊が侵攻するような事態に陥った場合には、半島北側の狭い地域に集結したウクライナ軍部隊が最初に奪還を目指すと見られる鉄道の要衝ジャンコイに対して、小規模の核爆発を起こす戦術核兵器による核攻撃を実施する可能性があるとして、軍事ジャーナリストやメディアなどが指摘しているみたい。核の恐ろしさを知っている日本としては、核による攻撃だけは避けてほしいんだけど、ロシア軍は10月26日にロシア軍の核戦力部隊が演習を実施し、プーチン大統領の指揮下において、核弾頭搭載可能な多弾頭型大陸間弾道ミサイル ICBM ヤルスを、ロシア北部アルハンゲリスク州にあるプレセック宇宙基地から発射したほか、北極圏のバレンツ海から核弾頭搭載可能な潜水艦発射型弾道ミサイル SLBM を潜水艦から、戦略爆撃機ツポレフ95からも核弾頭が搭載可能な空対地巡航ミサイル ALCM を発射して、それらすべてを極東のカムチャッカ半島に設定された目標に命中させたとしているんだ。国際社会はこの演習によって、ロシアがウクライナに対して核兵器を使用する懸念が高まったとしているんだけど、ロシアのショイグ国防相はこの演習は敵の核攻撃に対する報復として想定されたもので通常演習であり、ウクライナへの攻撃準備のためではないと説明しているよ。しかし、クリミア半島北部にウクライナ軍が接近した際に核兵器ではなく、最近問題となっているいわゆる汚い爆弾と呼ばれる核物質を放出する爆弾を使用する可能性があるぜ。そんなの核兵器と変わらないじゃん。核兵器で怖いのは放射能による汚染なんだし。汚い爆弾とはダーティーボム、ダーティーボムのことで、放射性物質散布装置ラディオロジカルディスパージョンデバイス RDD とも呼ばれ、
放射性物質を拡散する爆弾または装置のことを指しているよ。核分裂による爆発の効果によって被害を発生させることを目的とする核兵器と異なり、作薬などを爆発させるほか、非爆発手法によって放射性の汚染物質を拡散させ被害を発生させる兵器ってわけ。その構造は単純で、核物質の飛散を目的に爆弾と放射性物質を組み合わせるだけであり、放射性物質についても種類や濃度は問わず、放射性のある物質であれば何でもよく、爆弾投下の際に高度な技術計算やシミュレーションを要する爆縮レンズの設計や、臨界を生じさせる核物質の生成なども必要がないんだ。放射性物質と作薬などがあれば通常爆弾と同様に、あるいは核弾に低い技術力と設備であっても製造することが可能で、民家のガレージでも製作が可能ともされているぜ。仮にクリミア半島防衛のために汚い爆弾を使用するならば、直接ウクライナ軍を攻撃するか、あるいはヘルソン州とクリミア半島を結ぶ狭い地域に投下することで、放射線を発散する物質を散布することになり、ウクライナ軍は化学防御専門部隊を派遣して調査した上で場合によっては迂回を余儀なくされ、ロシア軍が防御体制を整える時間を稼げることになるね。ただプーチン大統領は10月27日、モスクワで開催された各国のロシア研究者らが参加する国際会議である、ワルダイ会議に出席した際その質疑応答において、ロシアが相手の攻撃を偽装する偽旗作戦を用いて、放射性物質を撒き散らす汚い爆弾をウクライナ国内で使用する可能性があるとの指摘について、軍事的にも政治的にも意味がないと一蹴して、ロシアには汚い爆弾を使う計画はないと主張しているよ。ウクライナが汚い爆弾を作成していて使用する可能性があるとの話は、10月23日にショイグ国防相がアメリカやヨーロッパ各国に対して電話で伝えているんだけど、それら西側諸国からはウクライナではなくロシアが使用するための偽旗作戦であると見られているみたい。しかしプーチン大統領はこの会議の席上で、汚い爆弾の使用をウクライナが計画しているが、どこでどう使用するかはロシアの情報機関が掴んでいると主張し、大統領自身がショイグ国防相らに各国への通達を命じたと明らかにしたんだ。そして、ウクライナが汚い爆弾を爆発させ、ロシアが核攻撃したと非難しようとしているとする見解を述べた上で、ロシアが汚い爆弾の使用することは軍事的にも政治的にも意味がないが、ウクライナはそれをしようとしていると主張したよ。しかしながら、国際社会ではウクライナ軍が攻勢に出てロシア軍を追い詰めている状況で、汚い爆弾を使用する根拠は全くないとしており、もしウクライナ国内で使用するとすればロシアであろうと見ているぜ。国際的にはそういう考えにしかならないよね。追い詰められているのはロシアの方だし。その一方、核兵器使用の可能性について、プーチン大統領は、どのような場合にロシアが核を使用できるかは軍事ドクトリンに書かれていると述べるにとどめ明言を避けていて、西側諸国は警戒を強めているよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。